ワンちゃんの顔を何つけてるの頭に、なんか頭につけてる人参がちょっとついてて、人参がついてちょっと取らせてくれませんでした、はい、33、健康チェックもあります、うん、あちょっと今週分しかまだちょっとかけてないんですけど、はい、いいですよ、ごめんなさい、あすいません、ごめんなさい、すいません、申し訳ない、すいません、はい、ありがとうございます。この間が15だから、ありあり。で、うんちが、これは2回したってこと？あ、そういうことです。1回、1回2回、2、7型っていいんですよね。すごいね、やっぱり。毎日してるんだ。はい。前も毎日はしてたんだよね。あ、そうですね。うん、おしっこも、だいたい1回か2回は。そうですね、ちょっと。出ない日はないぐらい。そうです。水入れの中で結構水洗トイレみたいな感じでしちゃってるので、あんまりちょっとわかんないんですけど、電気は、夜のこの40というのは寝てるってことじゃないか。あ、そうです、だいたいもうチップの中で寝てるのを掘り起こしてちょっと薬上げてるので、うん、まあでも30だったのがちょっと見た感じ80だ、うん、それからあくび、あくび口開けるやつはどうですか。あ、こんな感じです。自分の見てる限りだけ、もちろんそうですよね、はい、まだ出るんだよね。そうですね、これ減ってます、減ってはいないのかな、それなりに出てるね、まあ、そあんまりって感じ、変化なしって感じですね。で、食べるのはどれくらい食べてんだろう。あ、それがそちらに書いてある。食べるものが、リクガメフードは何粒食べます。4粒食べてます。やっぱり4粒食べます、はい、ちょっとあれなんですけど、いつもこのぐらい上げてて、だいたい 80% ぐらいは完食してますね。こんなに血虫振りかけても食べてる。あの葉っぱについたのとか、ええ、その一緒に口の中に入る分には食べるんですけど、うん、それだけは食べないですよね。そうですね、単体では拾って食べるとかはあんまりないです、ね、いやでもちょびっとでいいから振りかけると嬉しいですね。はい、わ、はい、かりました、はいはい、すいませんね、とてもわかりやすくなってます。はい、はい、ありがとうございます、はい、すごいよね、だってレントゲン撮ったら肺が白い子だよね。うん、そうですね、はい、じゃあこの場でもう一回治療していきますね、はい、すいません、ちょっとサポートお願いします、はい、ちょっと洗顔点鼻をしますか、はい、光線照射を100の3分で、はい、うん、いいよ。点眼点鼻は3回ぐらいはやってるんですかね。あ、最低3回はやってる、はい、3回以上お願いしますね、はい、100の1分か、皆さん100の1分で、まあそのままでいいよ、はい、うん、でそれ終わったら吸入をまた実行しますね、はい、はい、じゃあ抗線照射療法して、それからまた吸入酸素、はい、でお薬はすいません、まだ続けてください。わかりました。で抗生物の点眼薬はまだありますかね。あと瓶半分ぐらいはあるので大丈夫だと思います。はい、わかりました。からこの間新しく温浴の時に入れるやつは入れてますよね、はい、あ、入れてます。冷蔵庫保存してます。はい、はい、嬉しいね、この3グラムって順調にいけていい感じです、ね、でもね、もし仮にねレントゲン撮るとね、はい、まだ白いですよ。あ、おそらく一回白くなったのがね、本当は黒くならなあかんわけですよね、肺が。そう簡単に黒くはなってくれないんですよ。で、口開けるって、あくびっていうかね、口開けて呼吸は普通しないからさ、この子たち。やっぱり酸素、低酸素なんだよね。そういうことですね。うん、なんか寝起きとか、はい、なんだろう、静かになってる時から動き出す時が特に多いような感じがします。うん、はい、じゃあその方でいいよ。じゃあ止めますね。